空き箱チャンネル。今回用意しましたが、まずは MP3 プレイヤーの残骸ですね。ですね、実はこれここのねスイッチが折れちゃってちょっと使えなくなってるやつ、こちらをね流用します。じゃあそれからヘッドホンですね、100円ショップで売ってたヘッドホンの耳に当てるスピーカーの部分だけを取ります。こうするとね、1個これ秋葉とかでもね200円とかしたりするんですけど、やっぱ大量生産品はいいですね。2個で100円でゲットできました。でそれからこちら、ファミコンソフトの残骸ですね。もうすでにねちょっと位置取りとかは若干してるんですけども、こちらねちょうどパッチオくんこれね100円で売ってました。108円でしたね。でこのシールにねちょっと色が近いかなということでこれを選びました。じゃあね組み立てていきます。さあまずはね穴開けですね。この位置にですねスピーカーをやれば蓋が閉まるっていうのは確認取れましたので、ここにですねスピーカーをつけるんですけども、スピーカー用のね穴を開けていきます。でそれからこの基板ですね、基板をこう置くんですけども、ですね基板のちょっと中心あたりに一回穴開けて、で裏からですねこちらのスイッチの位置取りをしてですね、まずはまあケースにね穴を開けちゃいます。はい、ということでね間だいぶ端折りましたけども、埋め込みました。スピーカーが2つと、それから MP3 プレイヤーですね。でこちらに SD カードが刺さっていて、この中に、カンフーポリスのね、MP3 データが入っています。で、電源の方はですね潰れてしまったんで、基板から直接ですねケーブルを引っ張り出して、ちょっとねスイッチもう少しスマートというかちっちゃいのがあればよかったんですけど、家にねあったのがこの大きさのやつだったんでこれにしました。裏の方はですねこういう感じですね。まあもう少しねちょっと精度が、まあ結構ざっくりねやっちゃったのもあるんですけども、もう少しね精度が上げられるように、まあ日々ね鍛錬続ける、のみですね。じゃあスイッチを入れます。オン。はい、そうしたらですね蓋を閉めてね、こういう感じですね。まあ若干ちょっと開けた時に欠けてしまった部分はありますけども、こういう感じで、蓋も閉じることができます。それからですねちゃんとボタンもね生きてるんで、こう止めたりとか次の曲にしたりね、こういう感じですね。ちゃんと操作も効きます。それではね最後に、このカンフーポリスのシールを貼りますということでね、ラベルも貼るとこういう感じですね。なんかいい感じですねこれ。はい、ということで裏のスイッチをオン。はい、カンフーポリスの曲が流れてきましたね。ちゃんとねこのスピーカーから鳴ってます。合成じゃないですよ、ちゃんとねこのスピーカーから鳴ってます。はい、ということでねちょっと音止めちゃいましたけども、こちらね音楽が素晴らしいですね。はい、全部で13曲入ってるんですけども、8ビットのねピコピコ音風の音楽なんですけど、これがですね画面は見たことないんですけども、なんとなくね音楽からこういうゲームじゃないかとか、こういう、画面がね出てくるんじゃないか、こういうボスがいてこういう倒し方をするんじゃないかみたいなね妄想が膨らんじゃうような、そんなね、CD でございます。はい、ということでねこういう、工作はしなくてもですね CD が入ってますんで、もちろんねこちら楽しめますので、下のね説明欄のところにちょっとねカンフーポリスの、関連ページをね、リンク貼っときますので、せっかくだったらねそちらを見てください。それではみんなも聞いてカンフーポリス、はいやー、再戦。